楽しんでいただけたでしょうか。これにてですね、のぞみ学園第22期生の皆さんに対する、送り出し、最後の回という形は終了という形にさせていただくことになります。なんか寂しいような、嬉しいような、複雑な毎年なんですが思いです。皆さんがですね、今後、それこそこの中学受験を目指してですね、頑張って努力をしてこられた、その努力の証はですね、必ず皆さん自身の体の中に、心の中に残ってるんじゃないかなというふうに思います。それを糧にしてですね、ますます今後はですね、大きく、世界にですね、羽ばたいていっていただけることをですね、心から願っております。最後にですね、本当に、我々のぞみ学園のことをですね、信じてですね、最後まで、ついてきてくださった、のぞみ学園第22期生の皆さん、それから、最後まで大事な大切な大切な、我が子をですね、我々にお預けいただきました保護者の方々、本当に本当にありがとうございました。心から感謝を申し上げて、我々自身のぞみ学園もですね、ますます、この後輩ですね、皆さんの後輩にあたる、子たちのですね、指導に全力投球してまいりたいと思います。皆さん自身も、これからもですね、健康に気をつけて、それこそ幸多かれ、ますますのぞみ一個としてですね、大きく羽ばたいていかれることを、記念してやみません。以上をもちまして、2014年春入試、のぞみ学園第22期生合格祝賀会をお開きとさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。